今日はですね、皆さんに紫シャンプーの3つの裏技をお伝えしたいと思います。お家ではこのまま濡らした髪につけてもらって、薄い紫シャンプーの出来上がりになります。先に毛先だけ流しちゃいます。皆さんこんにちは、カラーシャンプーアドバイザーの梶と申します。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんに紫シャンプーの3つの裏技をお伝えしたいと思います。1つ目はムラなく使う裏技、2つ目は薄める裏技、3つ目は部分によって変える裏技の計3つをお伝えしますので、最後までぜひご覧ください。では1つ目、早速ムラなく使う裏技をご紹介をしていきます。1つ目のムラなく使う裏技になります。これどういう時に使うかというとですね、結構紫シャンプーで起こる問題として泡立たないとかっていう問題があるんですが、一番ムラなくカラーをきれいに見せるには、とにかくきれいに泡立てることがすごく重要になります。なのでちょっとこういう100均で売ってるような泡立てポンプみたいのを使って、きれいに泡立つ方法を実際に見ていただこうかなと思います。使うものは紫シャンプーとお水なので、もう家で簡単にできる裏剤になります。使い方は紫シャンプー1に対してこちらをだいたい2倍から5倍、多くて5倍までを使っていただければ薄める方法はあります。少し濃いめにしたい場合は1対1、ちょっと薄めに作りたいなという場合は1対5とかというふうに分けていただければ簡単にできますので、ぜひやってみてください。じゃあ早速実際見ていただきたいと思うので作っていきたいと思います。じゃあ早速作っていきます。紫シャンプーを先に入れていただいて、これに対して今日は大体3倍ぐらい入れていきます。もう感覚で大丈夫です。3倍ぐらいお水を足してください。でこのまま入れていただいて、最初はちょっと混ざっていないので、この中でできたら振ってください。どうしてもこうシャンプーが下に少し沈殿してしまうので、振っていただいて、よく混ざった状態になったかなと思ったらこのまま出していきます。はい、じゃあ実際に出してみたいと思います。こういう感じで泡状で出てきますので、お家ではこのまま濡らした髪につけてもらって、今日はちょっと実際にこう毛束で見てもらいます。こういう感じでやればシャンプーのムラがなく泡状でついていくので、綺麗にムラなく統一された色味が髪の毛に乗るという仕組みになります。ベースがムラがない状態であればこのまま少し置いてもらえれば綺麗に髪の毛に入っていきますので、今日はちょっと実際に今からちょっと5分置いてみたいと思います。はい、そしたら5分経った状態になります。薄く入っているのが分かるかなと思います。ムラなく入ってますので、これもまあこのままシャンプーしてもらうんですけど、こんな感じで色が薄く入っている状態になります。でこのまま流して、まあ、良ければトリートメントをつけて終わりっていう感じになります。次は薄める裏技になります。高明度になればなるほど少し濃いなって思う方におすすめのテクニックになります。使い方はすごくシンプルです。まず紫シャンプーとお家にある普通のシャンプーでいいです。普通のシャンプーを混ぜて使っていきます。もう簡単にやるのであれば、もうだいたい手のひらに出してもらって1ぐらい同じ分量を出してもらって、この中で混ぜてもらえればいいです。この中でしっかり混ぜてもらえれば薄くなっていきますので、あとは少しお湯と足しながらしっかり泡立ててもらえれば薄い紫シャンプーの出来上がりになりますので、これでシャンプーしていきますので、ちょっと実際に少しウィッグで見ていただきたいなと思うので、ウィッグでシャンプーしていきます。はい、そしたらこれさっきと同様にしっかり混ぜてもらって、ちょっとお湯と混ぜながら少し泡立てながらいってもらえれば薄くなるので、このままシャンプーをし
ていきます。一つ目でも言ったように、きれいに泡立てることがムラなくするポイントになりますので、しっかりお湯と空気を入れながら泡立てていってください。で、このまま今から三つ目の裏技をお伝えをしていきたいと思います。何をお伝えするかというと、先ほど言ったように部分的に入れるとお伝えしたように、結構あるあるなのがですね、毛先にすごく入っちゃったっていうのが結構聞きます。どちらかというと根元の上がりの方が少し弱いことが多いですので、どうしても何回も何回もカラーしてる毛先の方に色味が入りやすくなります。じゃあどうやったら根元だけ時間を置きたいかなっていう時に、簡単です。逆の発想で先に毛先だけ流しちゃいます。もうここ時間置かなくていいやっていうところだけ先に流してしまいます。で、絞っていただいて、このまま置きたい時間を置いてもらえれば、毛先は薄く入って根元に濃く入る。カラーはどちらかというとこうグラデーションが出そうになるので、根元が少し入った方が綺麗に見えます。なので毛先を薄めにしてあげたい場合は、毛先だけ少し流していただいて、根元をそのまま3分から5分少し置いてもらえれば、ムラなくこう綺麗なカラーがしやすいかなというところで、この裏技も一つテクニックとありますので、ちょっと根元の入りが浅いなとか、もうちょっと入れたいなっていう場合は、毛先流してこのまま時間を置くということをやってみてください。3つの裏技いかがだったでしょうか。うまく活用すれば、このように綺麗なホワイトにもできますし、ムラなくこう黄色みを抑えることもできますので、紫シャンプーといっても場所によって使い方を変えるだけでいろんなことができますので、ぜひちょっと私これだなって思う方は試していただければいいかなと思いますので、ぜひ試してみてください。で、もし役に立ったっていう方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。では本日はありがとうございました。